ミリアム・ホップキンスはアメリカ合衆国の女優。夫アナトール・リトバク監督と不倫関係にあった女優ベティ・デイビスとの犬猿の中がスキャンダラスに報じられたことで知られる。デイビスとはザ・オールド・メイドと旧友の2作品で共演している。ちなみに旧友ではデイビスがホップキンスの方を叩くシーンがある。シラキュースライガク20歳の時に ニューヨークでコーラスガールになる。その後女優としてブロードウェイで活躍。1930年にパラマウント映画と契約。同年の映画ファーストアンドルーズの主役でデビュー。1931年の映画ジキル博士とハイド氏が大ヒットし、出番は多くなかったものの注目を集める。その後1940年代に入るまで様々な映画に主演する。 1935年の映画、巨影の詩で、第8回アカデミー賞の主演女優賞にノミネート。1943年に、ベティ・デイビスとの2度目の共演作となる、旧友に出演した後、しばらくスクリーンを離れ、舞台に活動の中心を移す。1949年の映画、女相続人でスクリーン復帰。同作で第7回ゴールデングローブ賞の、 女演女優賞にノミネート。1940年代後半から1960年代後半までテレビドラマにも出演する。1972年に心筋拘束で死去。1926年に俳優ブランドン・ピータースと結婚するが1931年に離婚。1931年にパイロットのオースティン・パーカーと結婚し1932年に 離婚。1937年に映画監督アナトール・リトバクと結婚し1939年に離婚。1945年に従軍記者レーモンドビー・ブロックと結婚し1951年に離婚している。ありがとうございます。